さんこんにちは。今日はここのお家では初めてのキッチンツアーをしていきたいと思います。一つ一つ紹介すると長くなってしまうので2回ぐらいに分けて紹介していこうと思うので、今回は1回目のキッチンの収納を紹介します。よかったら最後までご覧ください。それではスタート。今日はキッチンの収納を紹介していきたいと思います。今回はまずこっちのシンク側のキッチンの収納を紹介します。それではまずシンク下の収納から紹介します。シンクの下を開けるとこんな感じになっていて、ここにはディスポーザーがあるのでコの字型の収納になってます。まずは左側から紹介していきます。この端っこには使い分けしてるまな板が入っています。順番にこっちの洗剤類から紹介します。これはキッチンハイター、アルカリ電解水、アルコール、ビタマロが入ってます。で、奥にはマツキヨのクリームクレンザーが入っていて、この中には食器洗剤が入っていて、これから詰め替えて使ってます。で、これは漂白剤、キュキュットの泡スプレーで、これは食洗機用の液体洗剤です。これはディスポーザーの蓋がここに入っていて、この中にはメラミンスポンジが入ってます。この食パン型のスポンジはセリアのものです。と普通のスポンジを使い切れるようにカットして入れてます。そしてこれは細かいところを洗う時用のブラシ。そしてこれを入れてるものはセリアで購入して、後ろに引っ掛けるところがついてるので、ここに引っ掛けてブラシを入れて置いてます。そして横に行くと、ここの隙間のところにはキッチンのプレートを置いてます。キッチンのこの部分に溝がついてるので、ここに合わせてプレートを設置して使うものになってます。これは移動させることができるのでとても便利に使えてます。調理する時だけここに置いて使うので、普段はこのシンクの下のところにしまって収納してます。そしてこれは最新購入したものなんですけど、 3COINS で買った折りたたみ用のザルとボールです。こんな感じのザルとボールになります。これは布巾をつけ置きする時とかにとっても便利です。こうやって小さく収まるので小スペースになるので、結構大きさもあるし使い勝手がいいなと思います。で、これも隙間に入れています。そしてここにはラップ類が入ってます。アルミホイル、柄付きのクッキングシート、これは無地のクッキングシート、大きいラップ、小さいラップが入ってます。そしてここには元々から付いている包丁立てが付いているので、いろんな種類の包丁をずらっと並べて入れてます。ここには大きなビニール袋、小さなビニール袋、これはセリアのケースにビニール手袋を入れてます。で、ビニール手袋は2種類入れていて、こういうぴったりフィットするタイプのものと、セリアかダイソーのものをいつも買っていて、こんな感じの薄いビニール手袋が入ってます。だいたいこっちを料理に使っていて、こっちを掃除をしたりするときに使ったりもします。生ゴミはディスポーザーに入れるんですけど、それ以外のゴミとかをここに一時的に入れた方が、ゴミ箱にわざわざ入れるよりも使いやすいので、ここに一時的に置いてます。これはタワーの商品です。この中にしまってます。このカゴの中には食器を拭くタオルと手を拭くタオルが入っています。で、これは水切りカゴに引っ掛けてペットボトルを乾かしたりするときに使うもので、セリアで購入しました。乾かすときだけこれを水切りカゴに引っ掛けて乾かして、乾いたらここに収納してます。で、この下にはスポンジのストックを入れてます。このゴールドのものはキャンドゥで購入したもので、この白いのは無印のスポンジです。こんな感じで深さがあるので積み重ねて収納してます。シンク下の全体はこんな感じです。
の字型の収納なので最初は使いにくいなと思ったんですけど、いろいろ考えて使いやすいように収納しました。はい、ここはこんな感じ。そしてその下、ここの中には調理をする時に必要なボウルとかザル、そしてバットとかホーローのタッパー、ガラスのタッパー類を入れてます。よく質問をいただくこちらのピンクのボウルとザルはリッチェルっていうところのもので、私はイオンで購入しました。その下には野田ホーローのバットを3種類、こちらはホーローのタッパーなんですけど212キッチンストアっていうところで購入したものです。この野田ホーローと違うのはここの蓋の部分が、ここがぷっくらしている。でこっちが大きい方で、これが小さい方、どちらも2つずつ準備して置いてます。こちらにはザルを3種類と、このガラスのボウルはいわきのものです。でこちらもいわきのタッパーなんですけど、これは蓋をしたまま電子レンジにかけれるものです。こっちが大きいのと小さいのを置いてます。使う時に使いやすいように蓋は取り外してここに置いてます。こっちが小さいのでこっちが大きいの。そしてこちらは山崎実業さんの計量カップ、500ミリのものと200ミリのものを置いてます。そしてここにはボール類を置いていて、この3つは野田ホーローのボールで、これはプラスチックのボールです。このピンクのものはフランフランで購入しました。ここはこんな感じになってます。だいたい調理をするときにここを開けてボウルとかザルとかバットとかを取り出してから調理をし始めています。そしてその横、ここは食洗機で、その下はブルーノのホットサンドメーカーと、後ろの方にはワッフルのプレートが入ってます。でその横はレモン絞り器、こっちが大きいのでこっちが小さいの。こっちはグレープフルーツを絞ったりする時も使います。ここにはピックを置いていて、この中にはホットサンドを作った時とかにも止められる大きなピックを入れてます。これも一緒に入れておいた方が便利なので、ここに一緒にしまってます。そしてちょうどこの調理台の下の、ここは結構細長い場所なんですけど、ここにはハサミとか卵カッターとか、あとは小さなすりおろし器とかスライサーのセットが入ってます。ピザカッターだったり缶切りと栓抜き、これはダイソーで買った小さなすりおろし器です。これはスライサーセットです。これも212キッチンストアというところで購入しました。これは無印のピーラー、キッチンバサミと普通のハサミを入れてます。切ったりカットしたりするものをここにまとめて収納してます。ここには爪楊枝と輪ゴムが入ってます。ここにはクリップ類が置いてあって、お菓子の袋とかを留める時のクリップとか、セリアで購入したプッシュピン、今冷蔵庫の中で使ってるのでここには1つだけ置いてます。でこのケースもセリアのものなんですけど、重ねて置けるので上の方に一番よく使う爪楊枝と輪ゴムを置いて収納してます。こんな感じに入れてます。ではその下、ここには乾物類を入れてます。わかめだったりだしだったり、あとは鰹節だったりを入れてます。でその下にはこのアルミの袋の中にお砂糖とかお塩とかの詰め替えた残りのものをこの中に保存しておいてます。ふりかけ、ふりがらスープのストック、あとはシーズニング、これはタンドリーチキンができるもので、あとはカレー粉とかが入ってます。ここにはこれだけ入れてるんですけど、他のものは全部パントリーに収納してます。ここはガスコンロのちょうど下になるので、わかめとか乾物類を入れておくと調理するときに便利なので、この位置に乾物類をまとめて入れてます。そしてその下には、ここにはいろんな種類のジップバッグを入れてます。
立てて置いてるだけなんですけど、こういうケースに入れておくとバラバラにならないので、ケースにまとめて入れてます。大きさを選んでスッと取り出せるので、この収納は便利だなと思って、このまま立てて収納してます。続いてガスコンロの下、ガスコンロの下を開けると、ここにはお鍋とかフライパンを収納してます。で、こちらのお鍋とフライパンはアイリスオーヤマのセラミックコートパンの12点セットです。以前動画でも紹介したので、よかったらそちらを見てください。で、このお鍋とかフライパンを紹介しているのは、前からずっと使っているタワーのものです。これは大きさを自分で調節できるので、自分の持ってるお鍋の大きさに合わせて使うことができるので、気に入って使っています。そしてここに洗剤類を3種類置いてるんですけど、セスキ水とクエン酸水、そしてガラスクリーナーを置いてます。そしてこちらはタワーの商品なんですけど、蓋とお玉が同時に置けるので、調理中にすごい便利に使えてます。そしてこの取っ手のついたお鍋なんですけど、私はこれでうどんを作ったり雑炊を作ったりするときによく使います。で、隙間に鍋つかみ、で、ここに取っ手を2つ入れてます。この取っ手を入れてるものは無印のアクリルケースです。ここはこんな感じになってます。そしてこのコンロ横の小さな引き出しには、キベラ類を入れてます。で、こちらは最近 IKEA で買ったお気に入りなんですけど、木のスプーンみたいな感じになっていて、混ぜたりするときに結構使ってます。こちらの年季の入ったキベラと、最近新しく買ったこの木のヘラです。あとは木の菜箸、シリコンタイプの菜箸も使ってるんですけど、揚げ物をするときは木の菜箸が温度が分かって使いやすいので、木の菜箸もここに入れてます。そして一番下は、ここにはルクルーゼのお鍋と、前に使ってたアイリスオーヤマのお鍋がまだ使えるものはここに置いてます。これは16センチで、こっちが18センチのルクルーゼのお鍋です。この他にもお鍋はあるんですけど、ここに入りきれなかったので別のところに収納してます。そして後ろの方にはダイソーのガラスのタッパーを入れてます。これは蓋が電子レンジには使えないので、野菜だったりを保存するときによく使います。はい、一番下はこんな感じです。いかがだったでしょうか。以上が引っ越し後の我が家のキッチン収納になります。キッチン収納もキッチンが変われば動線が変わったり、今まで入っていたものとサイズが合わなかったりするので、本当に家庭によって様々だと思いますが、何かしらの参考になると嬉しいです。楽しく料理ができるように、これからもいろいろと工夫していきたいと思います。またそのうちにキッチンツアーの第2弾をしたいと思うので、見ていただけると嬉しいです。それでは長くなりましたが、本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。